カミツレモドキは、菊クに分類される植物の一種。ヨーロッパ原産で、日本を含む世界の温帯地域に外来種として定着している。カツミレモドキという表記も、稀に見受けられるが誤りである。ヨーロッパの広い地域と、北アフリカの一部地域を原産地とする。アフリカ、アジア、南北アメリカ、オセアニアに移入分布する。一年生植物。 夏季は6から9月で登場花を茎の先に一つずつ咲かせる。葉は2から3回雨上に新裂し、護生する。牧草地、道端、荒れ地、畑などの環境に生育する。日本では1931年に神奈川県横浜市で初めて確認され、観賞用、薬用として全国に拡大した。雑草としても問題になるが、 奇臭を放つため牧草地や農作地に発生すると、乳牛や農作物の商品価値を低下させる。また、人間の皮膚炎の原因ともなり、草刈り時にかぶれたりする。後期や除草などの管理をしっかり実施すれば、防除は可能である。外来生物法により要注意外来生物に指定されている。ブリテン、ジェームズ、ロバート・ホラント、ページ84。 エディクショナリーオブイングリッシュプラントネームズ、イングリッシュダイアレクトソサエティ、トラブナー＆ラットグイートヒル P 六百十八ページーズ、HTTP: コロンスラッシュスラッシュブックス k s i d k a i 3 u k g a j a a c p g p a 8 4 l p g p a 8 4 d q s o u r c e b l o t s 6 6 6 6 6 6 6 6 i g イコール PA 年6 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 財団法人自然環境研究センター、決定版日本の外来生物平凡社、2008年4月21日、ISBN 978から4から582542417、ミ58連れもどき国立環境研究所新入生物、DB タ、タち、Wikimedia Commons には、ミ連れもどきに関するメディアがあります。ありがとうございます。